はい、よろしくお願いします。今回はスーさんの積分特訓丸三をお送りします。で、ここでやっとね、不定積分が最後です。次回からは定積分が始まるんですが、今回この2問やっていきますので、まず1回動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば、今からね、自分が両方とも解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。積分特訓もね、だんだん問題が減っております。6問、3問、そして2問、まあそれは板書が多いからなんですけどね。で、まあどうしてもちょっとこの2問は外せないとこなのでやっていきます。で、まず1番、サイン分の1ですね。で、これはコサイン分の1で出題されることもあるんですが、基本的に方針は同じです。で、両方ともなんですけど、これを使ってっていうヒントをくれるパターンも結構あります。問題集にはそう書いてあったりするし、今までの生徒でね、学校の定期テストで見せてもらった時に先生もそれ書いてくれてる方も多いんですけど、まあもちろん何も書かずに、はい、解けよという先生ももちろん見てきたので、今回はその出題のされ方と仕方をしていきます。で、まずこっちなんですが、変形です。で、何を変形するかっていうと、サイン分の1だったら、分母と分子にサインをかけます。つまり、サイン二乗分のサインにする。コサインだったら、コサイン二乗分のコサインにしてください。で、サイン二乗っていうのは、サイン二乗とコサイン二乗って足すと1ですよね。サイン二乗プラスコサイン二乗は1。つまり、変形すると、サイン二乗っていうのは、1マイナスコサイン二乗 x って変形ができます。これまあ公式使ってるだけね。こう変形してスタートしていくんです。これでスタートしていく。で、だからもしコサイン分の1を求めたかったら変形がちょっと変わるので、1マイナスサイン二乗分のコサイン x になる。まあサインとコサインの逆になる感じね。で、これを解いていくときに、これ置換していくんですけど、何を置換するかというと、コサイン x を t と置きます。つまり、コサイン分の1を求めたかったら逆なので、サイン x を t としてやっていくと。で、これでやっていくんですが、まず微分しましょう。です。コサインを微分するとマイナスサインなので、で、まあ、dx、dt かけて1。つまりまとめると、dx イコールマイナスサイン x 分の1。dx じゃないね。dt となります。で、これはまあ先読みするとね、わかりやすいんですが、サイン分の1が出るんですよね。まあ今までもコサインをさ、t って置換すればサイン分の1が出てくると。そうすると、分子のサインが消せるんだよね。約分することによって。つまり、もともとあったこの与えられた式はですね、t に置き換えると、ここが今こうなってるので、1-t2 乗になります。下はね、1-t2 乗分の、サインはここで消せるので、まあ、1になっちゃいましょうと。ただ、マイナスがいるんだよね。で、このマイナスを使って、ここの分母の符号を変えちゃいます。t 二乗マイナス1 dt と。非常にシンプルなんでしょう。で、これ前回のね、動画の問題でもやりますけど、この形ね、よく出てくるので、まあ、できれば暗記しちゃってください。まあ、一応説明するけどね。これは部分分数に分けていきます。2分の1が前に出てきて、t マイナス1分の1マイナス t プラス1分の1と、こうなります。まあ、ちゃんとやるんだったら、分母を因数分解すると、t マイナス1と t プラス1が出てくるよね。因数として。で、それを a と b って置いて、これが元々のこれと一致すると。で、ここを通分して、で、高等式解いてやっていくって感じ。で、A がそうすると、2分の1、B がマイナス2分の1になります。ちょっと省略気味で話したのは前回の動画で全く同じ説明してるので、もしよかったら前回の本見てみてください。この部分がね、ハテナが出る方はね。で、ここから行きましょう。ほにゃらら分の1っていう積分は、ログ、絶対値ほにゃららにできるので、2分の1、括弧、まず左から、ログ、絶対値、まあ、書いちゃうけど一応ね。絶対値 t 戻します。で、そうすると、コサイン x マイナス1、閉じます。引くことの右側も同じ。ログ、絶対値、コサイン x プラス1と。
まあこうなるわけです。一応ね。なんで一応って言ったかっていうと、やっぱ絶対値を使った時は中身チェックを怠らないと。必ず中身チェックをする。まず右からいきます。こっち楽なんでね。コサインっていうのは、マイナス1から1まで取ります。コサインはね、サインも同じですけど。ってことは、これプラス1がくっついてる時点で絶対に負にならないんですよ。コサイン X がマイナス1までしか取らないからね。ってことは中身が正って分かってるので、絶対値をプラスのまま、そのまんま外すことができます。まあ、カッコ使うから中カッコに変えておきましょう。で、これ左側なんだよね。これちょっと気をつけなきゃいけない、左側。こっちは逆にコサインが最大でも1までしか取れないんだよね。1までしか。ってことは、それにマイナス1がくっついてる時点で、これ正になれないんだよ、中身。負なんだよね。ってことは、負になるから、マイナスをつけて外します。絶対値をね。マイナスをつけて外すってことは符号が変わるので、1マイナスコサイン X になる。で、ちょっと、下で書き直すので、ここちょっとこういう書き方にさせてください。まあ、1マイナスコサイン X ね。こうなると。で、あとはまとめます。ログが、ログ引くログっていうのは真数の部分。マイナスはこうね、分数で。こっち向きにくっつけることができるので、2分の1、プラス C 忘れてたね。こうだね。2分の1、ログ。で、これが上に乗る。1マイナスコサイン X が乗るから、こっちもね、綺麗に1プラスコサイン X にしておきましょう。まあ、しなかったら罰なわけじゃないんだけどさ。綺麗だから。こうですね。で、あとはプラス C となって、これで、1番は終了となります。まあ、こっちはいいんす。まあ、こっちよく出てくるからね。で、ヒントとしては、この変形を使いなさいよ、みたいなヒントを与えてくれる先生もいます。いるんですけど、まあ、サイン分の1、コサイン分の1で非常に、なんだろ、シンプルでね、印象深いというか、覚えやすい形ではあるので、この形が来たら、こう変形して、こうやって置換して解いていくんだっていうのを覚えておきましょう。さあ、行くぞ、2番。これもシンプルなんだよね、形としてはね。こうなります。で、これまずね、書かなきゃいけないのが、こっちから書くか。この形ですね。x2 乗プラスほにゃららと。この積分やりなさいよって言われたらですね、こういう置換をしていきます。プラス x をくっつけて置換していくと。で、もちろん他のアプローチの仕方もあるんですけど、おそらくこれが問題集で一番書いてあるのが多いと思います。なんで今回もこれを使っていく。で、これもさっきと同様で、先生がこれで置きなさい。だ今だったら、こう1だよね。ルート x2 乗プラス1、プラス x を t と置いて、これを、積分していきなさいと。不定積分求めなさいと。いう感じがよく出てくるんですけど、まあそれでやっていきます。で、これかなり付け出しでいろいろ後で話していくんですが、まず解かせてください。いきますよ。で、これを置きましたと。で、これ置いて、これはまずめんどくさいんだよね。x を右辺に持っていって t-x にします。それから両辺2乗すると、まあルートが外れるんで x2 乗プラス1ですよね。で、こっちが、t2 乗マイナス 2tx、プラス x2 乗とこうなります。これ、両辺 x を持ってって2乗しただけです。で、そうすると x2 乗消えますね、ここ。消えると。で、x イコールにしたい。微分するからね。で、x イコールするために、まず、2tx イコール、ちょっとまとめます。1マイナス t2 乗。嘘です。間違った符号。t2 乗、マイナス1か。こっちない。で、両辺 2t で割るんですけど、今、これ t って置きましたよね。これ、絶対0ならないんですよ。だから t が0じゃないことが分かっているので、まあ、2t で割っても OK だよと。だから、x イコール 2t 分の、t2 乗マイナス1です。こうなります。で、あとあとちょっと説明の時に見やすいので、これちょっと2分の1でくくります。そうすると、こうなって、2分の1で出してるからね。出して、t 分の t2 乗で t、マイナス t 分の1とこうなってます、今。x は。文字がちっちゃいのは許してください。ちょっと板書がね、入るかすごく心配で。で、x が出ました。今なんでこれやったかっていうと、まあ、dx と dt の関係出したいので、両辺 t で微分します。そうすると、こっちは1になってね。1に dxdt がくっつきます。こうやって。で、こっち微分すると、2分の1括弧1。で、t 分の1を微分すると、プラスになって t2 乗マイナス1か。こうだね。で、両辺に dt かけて、
まあこういう感じ。一応こっちも書き直そうか。まあいろいろやってきましたけど、一応準備は整いましたと。じゃあ行きましょう。でですね、ここなんですよ。ここ。で、これも、今これに代入したいから、x を持っていった、ここ t-x として代入するんだよね。ルート x 2乗プラス1は t-x だから。でも x 邪魔なんだよ。だからちょっと変えていきます。今、x はここに、x イコール t と繋いでる式が出来上がってるので、ここでいっか。t-x を考えていくと、t-2分の1カッコ t-t 分の1と。今これはね、t-x の x のとこにこれを入れただけ。代入しました。で、これまとめると、t-2分の1t は、まあ、2分の1t になるし。で、プラス t 分の1、2t 分の1になるから、2分の1t プラス t 分の1になります。これまとめるとね。ってことで、準備が整ったので行きましょう。これを積分、まあ、置換していくと、まず t-x はこれです。だから、2分の1は出そっかな。出しておいて、で、t プラス t 分の1と。今これ入れただけね。で、dx のとこにこれ入れなきゃいけないから入れます。そうするとまあ2分の1がまたあるので、この2分の1と1とくっつけて4分の1にしておきましょう。で、1プラス t 2乗分の1か。こうなります。まあ、この時点でもちょっとごちゃごちゃしてるけどね。で、ここは、なんか綺麗にまとめてもいいんですけど、多分全部書きでいいかなと。あ、全部書きってあれね、自分がこう4回書けるやつ。地道に書けるやり方。で、やっていくと、まず t が出てくるよね。t でしょ?で、ここが t 分の1を作って、ここも t 分の1を作るから、t 分の1 2個なんで t 分の2。で、最後が t の、3乗分の1。で、こうなります。今展開しただけね。じゃあ、それぞれ積分していきましょうっていうことなので、4分の1はまあ出しておくか、先にね。出しておいて、t を積分すると、2分の1、t の2乗。これ積分すると、ああ、2が出てる。2を出して、ログ、絶対値、t。で、こいつが、待って、マイナス3乗だから、マイナス2分の1か。マイナス2分の1が出てきて、t の2乗になるのか、ここが。こうですね。まあ、プラス c つけておきましょう。ごっちゃごちゃでしょで、こっからは地道にやってもいいかなと思うんですけど、ちょっと自分は楽をしたかったので、まずここ注目します。この2つだけ。まずピックアップする。で、こいつら2分の1が共通でも4分の1はもともといるので、くっつけると、8分の1なんだよね。あ、2分の1出します。出して8分の1。で、ここがさ、一応書くか。t2 乗マイナス t2 乗分の1なんだよね。ここ。で、最後のこいつは、まあ、4分の1配ったとして、プラス2分の1、まあ、そのまま書きましょう。ログ絶対値 t のプラス c と、こうなる。で、これが2乗マイナス2乗なんだよね。t の2乗と t 分の1の2乗。だから公式使うことができるので、これちょっと消し、こうじゃないね。こういう風に因数分解することができます。t プラス t 分の1と t マイナス t 分の1。いい?で、t は、どこにある ?t はここか。t ここにあるよね。もともと置いてますと。じゃあ t 分の1でどうなるかなちょっと考えていきましょう。ごちゃごちゃするから切ろっか。一応ね。まあ、すでにごちゃごちゃしているんで、見にくかったらごめんなんだけど。t 分の1がどうなるか考えていきましょう。そうするとですね、まあこれが分母に来ますと。で、入るかな ?2 乗。ちょっとちっちゃかったらごめん。まあちっちゃいか、すでに。これ有理化必要なので、有理化していきます。よいしょ。マイナス x を、かけましょうと。で、ちょっとすんげえ、ごめんね。同じものかけるから点々にしちゃうけど。で、そうすると、分母を公式で展開すると、左の2乗。つまり、ルートが外れるんで、x2 乗プラス1。引くことの x の2乗なんで、1になるんだよね。すごく便利なやつ。綺麗になると。つまり、t 分の1は、もともと今分子に乗っけた、プラス1、マイナス x。つまり、これのマイナスバージョンになる。ってことがわかります。だから、何が便利かっていうと、t プラス t 分の1っていうのは、t
t と t 分の1を足すので、x とマイナス x が消えるから、2ルート、その、ルート x2 乗プラス1、これが2個重なるから、2になると。で、かける t マイナス t 分の1は、t からこれを引くんだよね。では、ルートの方が消えると。だから、x プラス x なんで、2x が残りますと。ここね。消しちゃうけど。で、今それに、8分の1がくっついてるわけよ。で、これまあ約分すると、これ2になるでしょ？ってことで、ここは2分の1で、x とルートが残ってるから、x ルート、x2 乗プラス1と。こうなります。一番左の部分だけ。ここだけ計算したの、今。こうなりました。で、これ最後あれか。答えだからちょっと大きめに書こうか。ちょっと待ってね。バシッとね。2分の1、x ルート、x2 乗プラス1。で、次ログです。プラス2分の1、ログ、絶対値。で、これは、絶対値の中に t を戻すだけなんですけど、実はこれですね、正なんです。t。絶対正になると。で、まあ、判断の仕方いろいろあると思うんですけど、例えば、これさ、プラス、x って無理やりルートにすれば、x2 乗になりますよね。で、これ x どんな数入れても絶対不正になるじゃないですか。っていう風判断でもいいかなと思うんですけど、雑に判断するとね。で、よいしょ。で、正になるので、普通にそのまま外れる。だから、カッコ、ルート x2 乗プラス1、ちょんちょん。プラス、x、閉じて、プラス c。ああ、熱い部屋が。これが、こいつを積分した答えになります。合ってるかな？答えどこだっけかな？ちょっと待ってね。これね、すごい、これ間違いたくないよね。ローグで合ってる。大丈夫ね。となります。で、ちょっと板書残りましたね。なんで残したかっていうと、ちょっと追記で。答えだけ知りたい方は、ここで動画止めちゃってください。この後見なくても平気なので。で、何が言いたいかっていうとですね、この出題パターンって、まあ、いろんなパターンがあって、例えば、今みたいに何もヒントなしで出された先生が今までかつて見たことあります。自分の生徒で。マジかって思ったけど。で、やっぱ多いのは、そうやってヒントを与えてくれるパターンも結構多いです。で、もう一個は、この一個前に、おっとっと。一つ挟むんです。何を挟むかっていうと、x2 乗プラス1分の1。これの積分求めなさいと。で、これを求めて、それを使って、これを求めなさいっていうやり方もあります。ただ問題集、きっちゃ、ちゃんとだったかなにはあるんだけど、そう、こういう出題の使い方もあると。で、ちなみに、これの積分の求め方は、同じように置いてもいけるし、いけるし、これね、リンク貼っておこうかな。予備のりの匠先生がね、すんごい置き方して解くの、紹介してるんで、全くこの問題ね、やってくれてるから、ぜひそれ見てほしいんだけど、どう置くかって、置き方、まあ、書いておくか。これね、x を2分の e の t 乗プラス e のマイナス t 乗って置くんですよ。あ、じゃあ、マイナスだったかな？待って。プラス、あ、マイナスだ。ごめん。こうか。こうやっておくとね、めちゃくちゃ綺麗になるんですよ。すんごい簡単に。あ、もちろんこっちで置いても楽なんですけど、楽にいけるんですが、よかったら見てみてください。で、それを解くじゃないですか。で、解いた結果を使って、こいつを求めることができますと。いいかな？でね、そこまで紹介するときついかな。まあでも方針だけでもいい。まあだってね、切ろうと思ったら切れるもんね。動画が長くなってる。もう20分になっちゃうけど。まあちょっとお付き合いください。まあこれに関しては、方針だけね、説明します。どうやるかっていうと、まあこれをね、もともと、これを使って、これの結果を使って、これを求めなさいっていう形なので、こいつを部分積分でやっていきます。ちょっとごめん、こっちも消していい？目的これね。あ、目的、これを使っていくってことだから頭に入れといて。分の1。で、これをもともとここに、x を微分したものが前にかかってると思って部分積分します。つまり、こいつをこう考えてやっていくと、まず部分積分なんで、これをそのまま出しますよね。x、ルート x2 乗プラス1とやります。で、引くことのインテグラル、こいつそのままにして、これ微分しますよね。
で、これ微分すると2分の1乗なので、2分で出てくるから、2が出てきて、ルートが下に落ちてきて、で、2x が余計にかかるから、2x2 乗か。こうか。で、2が約分されるから、こうなりますと。あ、dx 抜け散った。こうなるんです。で、もう一個頑張りどころで、これを積分します。これ。で、こいつどう積分するかっていうと、これ x2 乗だったでしょ？それを x2 乗プラス1とマイナス1に分けて考えるの。無理やりね。まあ、戻せば x2 乗だから、まあ問題ないわけよ。この変形は。で、そうすると、このインテグラルの部分が、インテグラル、左側、ルート x2 乗プラス1分の x2 乗プラス1っていうのを計算すると、ただのルート x2 乗プラス1になりますと、左側ね。dx。で、マイナスインテグラル、ルート x2 乗プラス1分の1、dx となります。この部分がね。で、今マイナスくっついてるから、ここマイナスとまあプラスに変わるか。こうなって。で、もともといたこいつ、x、ルート x2 乗プラス1がここにいて、左側にはもともとこれ変形してるから、インテグラル、x 入んないけど、これがいましたと。で、この変形して何が良かったかっていうと、今、全く、もともと求めたかったのと同じものが出てくるの、ここに。ってことは、左辺にこれ移行すれば、ここ2ってできるわけ。これ消してね。まず2ができるでしょ？で、こいつ、さっき言いましたね。結果出てるんですよ。今、答えちょっと言わなかったんで出せないですけど、導いたものをここに入れれば、こいつと導いたものを足して、両辺2で割れば、これ導けます。こうやって。あ、同じ答えになりますからね、ちゃんと。っていう方針で出されることも非常に多いです。問題集もね、よくありますけど。なので、まあ、いろんな出題のされ方があるし、まあ、解き方もね、アプローチもあるんですけど、まあ、まず今回ね、有名な問題、2問なので、ぜひ、解き方の1個として覚えておいてください。すいませんね、ちょっと最後に、だいぶ長くなってしまったんですが、ここまでご視聴いただきありがとうございました。では、次回から定積分。始まっていきますので、もしよかったらね、そっちの方もぜひ見てみてください。では、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。